400m リレーです。準決勝のまずは1組を迎えます。では各レーンをご紹介しましょう。第2レーンは鬼怒川、第3レーン芦屋山手、第4レーン上甲子園、第5レーン伊丹南、第6レーン本山南、第7レーン豊岡南、8レーン塩瀬です。9レーン真砂、以上の8チームで争われます。信近さん、この組はいかがですか。はい、そうですね、先ほど女子でね、あの上甲子園走った後またすぐ上甲子園で始まるような感じで、はい、上甲子園が、予選で5番目の45秒96、そして8レーンの豊岡みなみが8番目46秒19ということで、非常にまあ差がない状態で、この組もまあ男子でいうと非常にこう厳しい争いになるところだと思いますね。女子と同様、この男子も各組の上位1チームと、それ以外でタイムの良かった2チームが決勝進出ということになっています。まもなく第1組のスタートです。1走がまずはスタートを切りました。7レーンの豊岡みなみが少し抜けてきたでしょうか。1走から2走に、そしてバトンが渡ります。ここまではいかがですか。そうですね、豊岡みなみ上甲子園、あの全体的にスピード乗ってますね。はい、さあそしてそのスピードに乗ったまま2走から3走にバトンが渡ります。豊岡みなみが今先に渡りましたね。ここからですね、7レーンの赤のユニフォーム豊岡みなみ、さあ3走から、そしてアンカーにバトンが渡されて最後の勝負か、豊岡みなみか。そうですね、豊岡みなみが一歩出て、はい、追うのはやはり4レーン上甲子園。さあどうか、豊岡みなみか上甲子園か、最後は豊岡みなみ一着でフィニッシュ、45秒27です。1着豊岡みなみ、2着が上甲子園、3着が伊丹みなみ、6着が、4着が6レーンの本山みなみとなっています。そうですね、あの上甲子園も、ね、タイム上げてきたんですが、豊岡みなみがそれ以上の伸びを見せた感じがしますね。準決勝のまずは第1組が終了しまして、これから2組を迎えようというところ。まずはただ力強い走りを全体的に見せてくれましたね。あの本当この組ね、1組についてはもうこれ決勝に行くのがもう本当決勝レベルのレースをしたんだと思います。はい、最後までわからない展開でした。さあそして2組です。はい、中学女子の 400m リレーの準決勝、男子ですね、男子の、はい、この組は、5レーンを走る稲美中学校が全体4番目の45秒81です。はい、で、まあ、2走を走る2年生の田村君が非常にあの昨日いい走りを見せてくれました。黄色のユニフォームですね。はい、あのまあ、ここはその一昨年と女子の方でね、駅伝大会で全国大会で2連覇するという快挙を成し遂げた学校なんですが、もともと非常に陸上の盛んな地域で、はい、あのリレーがこうやって出てきてくれるのは嬉しいなと思いますね。やはりそういった結果から刺激を受けてモチベーションもどんどんと上がって全体的に広がったかもしれないですね。昨日も非常にこう上手な、ね、リレーを見せてくれました。で、はい、この組でいうと45秒台1つだけなんですね。続いて7レーンの大社、大社もリレー校舎の学校なので面白いと思います。ではその第2組の各レーンをご紹介しましょう。第2レーンです、西雲、第3レーン神戸長坂、
第4レーン大久保、第5レーン注目の稲見です。第6レーン平岡、第7レーン大社、第8レーンベフ、そして第9レーン山陽です。ご覧の8チームで争われます。中学男子の 400m リレー、大会記録は43秒40、去年姫路灘が記録しましたこのタイムです。まずはこの準決勝、決勝進出に向けてのレースです。一斉にスタートを切りました。まずは1走です。平岡がいいスタートしてますね。赤のユニフォームの第6レーンの平岡、1走からそして2走にバトンが渡りました。バックストレートの直線、ここも平岡が若干伸びてますかね。そうですね、そして黄色のユニフォーム、稲見の田村君が今ぐんぐん上がってきてます、この辺りも伸びてきています。さあそして2走から渡りました、ね、3走にバトンが渡りました。さあコーナーを曲がっていく。さあそして最後ここからアンカー勝負か。3走からアンカーにバトンが渡りました。平岡が先に渡りましたね。6レーンの平岡、赤のユニフォーム真ん中、あただ隣ですか、大社です。大社が伸びてきている。大社が伸びる。さあ平岡追いかけますが接戦です、ね、最後は大社1着でフィニッシュ、45秒79です。1着が大社、そして2着が稲見。いやー、信近さん本当に最後まで分からなかったですね、ちょっとしたこう多分こうタイミングのズレであったりとかそういうところもあるんだと思うんですが、大社が45秒81、そして稲見が46秒08ですね、先行されたことでちょっとこう焦りが出たようなところも見えますが、本当こうね、あのリレーというのはもう最後の最後で分からないですね。最後はどこが抜けてくるかわからない展開、ただ制したのは大社でした。大社が決勝進出を決めています。第2組までが終了しました。中学男子 400m リレーの準決勝です。これから3組を迎えます。この3組ですが7チームで争われます。2レーンが入ってるんですかね、この組はまあ4レーンに入る新宮中学校ですね、全体の昨日3番目、45秒73の記録です。アンカー走る福井君が非常にいいスピードを持ってまして、昨日もアンカーで逆転するというようなレース展開だったと思います。はい、最後のアンカーに注目、伸びてくるかどうかというところですね。そうですね、また2走走る山田君も新人戦のハードルで上位入賞してたと思いますので、2走ですね、4走でどういう走りが出るかと思います。では各レーンをご紹介しましょう。3レーンです、阿光。4レーン新宮。5レーンです、向こう東。6レーン伊川谷。第7レーン三影。8レーン今津。第9レーン園田東。そうですね、新宮が、ね、45秒73、そして7レーンの三影が先ほど女子も、ね、頑張ってましたが46秒27、全体の10番目なので、はい、ここもチャンスがあるなと思いますね。トップのチームが決勝進出。ま
もなく第3組のスタートです。一斉にスタートを切りました。まずは1走です。7レーンの三影が少し出てますね。一歩出た感じですね。さあそして1走から2走にバトンが渡されました。ここからの直線でどこが伸びてくるかというところ。スピードに乗ったまま2走から3走へバトンが渡されます。さあどうでしょうか。そうなんかまだ差がないように見えますが、見影がちょっと出てますか。さあどうか。7レーンのやはり見影か。見影が一歩前に出ている。ただ6レーンですか。そうですね、そして新宮も来ている。新宮が今1着でフィニッシュ。45秒54です。そうですね、新宮が最後追いついて、そうですね、予選と同じような展開になりましたかね。2着が伊川田に、3着が三影。やはりその新宮の信近さん、アンカーの選手ですね。福井選手ですかね。いい走りを最後、自信持ってるんでしょうね。落ち着いて走ってましたね。昨日の予選に引き続きこの準決勝でも素晴らしい走りを見せました。ね、2番の伊川田にも1秒近くタイム上げてきてますけどね。まあ、やはり接戦のレース展開ですから、全体的にもこうタイムが上がってきてますね。どことも上がってるような感じですね。白熱のレース第3組でした。さあちょうど半分が終了しまして、これから第4組です。はい、4組は7レーンに入る青道中学校芦屋なんですが、全体の2番目の45秒41ということで、非常にこういいレースを見せてくれました。ただちょっと最後ですね、3走4走やったと思うんですが、ちょっとバトンパスが予選乱れたところもあるので、しっかりといけば44秒台は見えてくるんじゃないかなと思います。ただね、本当決勝へっていうところでギリギリを狙うとね、非常にこう心配なので、まずはやっぱり決勝へ向けてしっかりバトンをつなぐというところがポイントだと思うんですが、はい、まずは落ち着いてつなぐことを優先したいと。タイムでいうと今0秒9ぐらい2番手の学校とは空いてるんですけど、はい、でも今のね、ここまでの女子と男子の様子を見てると、非常にやっぱりタイム上げてきてるの で、 そうです、ね、やっぱりもう落ち着かないと思いますね、どの選手も。どこが来るか分かりません。では各レーンご紹介しましょう。第2レーンです、宝塚第一。第3レーン垂水。第4レーン増井。第5レーン有野北。第6レーン春日です。第7レーン注目の聖堂。第8レーン八代。第9レーン宝殿です。まもなく4組がスタートを迎えます。そうですね、聖堂が、ちょっと抜けているようなところですが、はい、2番手春日は全体の11番の記録46秒33、そして5レーンの有野北14番目の46秒39です。有野北は昨年その県の新人戦で、男子の総合優勝、男女も総合優勝している学校ですね。リレーの方にも400メートルや幅跳び三段跳びの選手が出てますので、非常に面白いチームだと思いますね。第3組と同様、混沌としたレースが予想されます。スタートを切りました。まずは1走です。
ここまでは横一線ですね。横一線ですね。さあ1走から2走にバトンが渡されます。バックストレートのこのストレート直線。あとそうですね、ちょっともたついた感じがありましたが、ここから6レーンの春日がちょっと出ましたね、若干出ているでしょうか。2走からそして3走にバトンが渡りました。 2走から3走は非常によくうまくこと渡ったと思いますね。そして3走で聖堂が来たか。3走からそしてアンカーにバトンが渡される。接戦の展開。聖堂そして春日、聖堂か春日か横一線アンカーの勝負。聖堂が少し前に出てそのまま1着でフィニッシュ。45秒26です。1着聖堂、そして2着が春日、3着が有野北となりました。ヒヤッとしましたね。ちょっとバトンがもたついたところがありましたね。でもまあアンカーの北君ですかね、はい、聖堂の最後にこう落ち着いてね、ゴールまで運んで、タイムももたついた割にはこう上がってきてますので、決勝に期待したいと思いますね。そうですね、そのあたりのバトンがさらにスムーズにいくと好タイムが、これは決勝でも本当に楽しみですね。春日も非常に頑張ってタイムだいぶ上げてきたんですが、この第4組ですが1着聖堂が決勝進出を決めています。第4組が終了しました。これから第5組を迎えます。中学男子の 400m リレーです。はい、5組はまたこれ接戦というか熾烈な組ですね、はい。5レーンに入る関西学院関学が全体の6番、そして6レーンの加古川が7番です、はい。ここももう全然差がないので、ここの2つかなと思います。関学は実はこの71回 そのリレーカーニバル初代のチャンピオンの学校なんですね。70年ぶりのというところになると思うんですが、はい。で加古川は非常にいつもこう決勝に絡んでくる強い学校です、まあ、優勝になるとこう8年ぶりの3回目というところですね。昨日はその、行部君ですかね、2走を走ります、はいはい。非常にこう、そうですね、2走ですね、いい走りで、どうですか、すごく圧倒されるようなレースを見せてくれましたね、はい。飛ぶように走ってましたね。ちょうど信近さんと一緒に見ましたけれども、はい、すごいスピードを出してましたもんね。では各レーンをご紹介しましょう。第2レーンです、大久保北。第3レーン、翔陽。第4レーン、東谷。第5レーン、関西学院。第6レーン、加古川です。第7レーン、北神戸。第8レーン、陵南。第9レーン、日岡。以上の8チームで争われます。1着が決勝進出、それ以外でもタイムの良かった上位2チームも決勝進出となる中学男子 400m リレーです。準決勝です。スタートを切りました。まずは1走。さあここは出てきましたね、関西学院ですね。そうですね、さあそして1走から2走にバトンが渡る。さあただこの2走の加古川の選手がやはり伸びてきました。出ますね、加古川の選手が伸びてきている。2走、さあこのストレート、2走から3走にそしてバトンが渡されます。3走がコーナーを回っていく。接戦ですね、まだ分かりません。さあアンカー勝負か。3走からそしてウンカー、アンカーにバトンが渡って直線ストレート、伸びてきている。伸びてきているのが関西学院、45秒121着。
最後は関西学院が制しました。そうですね、45秒11ですね、正式タイム、昨日が46秒09ですから、もう大方 1秒上げてきてますね。いや本当はあの2走のところでね、はい、あのこう抜いたりもその繰り返されるというか、もう本当こうハラハラしますけども、それがもうタイムのアップにつながったんだと思いますね。目まぐるしい展開でしたね。そうですね、さあ第5組が終了しまして、次が最後の組になります。第6組です。はい、6組は7レーンの高司です。先ほど女子のとこでもね話をしたんですが、男女とも予選は1番と、昨年が、ね、あの優勝狙っていって2番を揃えることも大変だと思うんですけども、その男女のアベック優勝、過去7回大会で小田北、48回大会で宝殿と2個あるわけですけども、まずはの決勝へですねしっかり進んで、あの1校だけが44秒台で走ってますので、多分44秒台では行くとは思うんですが、まず確実にというところだと思いますね、この組は。そして予選12位タイのチームが2チーム、そうですね、はい、そうなんです。そこもあの、ね、あの競争がすごいと思いますが、5レーンの和田山、6レーンの貝原、これが46秒38で同タイムですね。そして4レーンの開きも46秒85と全然差がないと思いますので、はい、まあ、7レーンの、ね、高司がぐんと最初から行くと思うんですが、それを追いかけて全体のレベルアップを、ね、見たいと思います。食らいついていけるかというところ。では各レーンご紹介しましょう。第2レーンです、福崎西。第3レーン、播磨。第4レーン、開き。第5レーン、和田山。第6レーン、貝原です。第7レーン、注目の高司。第8レーン、稲川。第9レーン、神戸です。この8チームで争われます。残すところ最後の組となりました、中学男子の 400m リレーです。最後のこの組1着で決勝進出を決めるのは果たしてどのチームか。少し間が空きますね。そうですね、高司は2走の坂下君、そして西君ですかね、あの、まあ、2人がすごくこうバトンをもらってから非常にこう昨日もいい走りしてましたので、ね、この準決勝も同じような走りが、ね、出てくると思うんですが、期待してみましょう。まもなくスタートを迎えます。スタートを切りました。まずは1走、第7レーン高司。ただここまではまだ横一線ですか。そうですね、さあ1走から2走にバトンが渡されます。バトンが渡って、あ、この2走で高司7レーン1つトップスピードに乗って出てきました。そして2走から3走、ここまではいかがですか。もうあの確実にバトンを渡しているという感じがしますね、他の学校が、ね、しっかりと追い込んできてますので、はい、食らいついていっています。さあここからですね。さあそしてアンカー勝負、7レーンの高司さん、やはりトップ。ただ和田山ですか。和田山も来ている。ただその和田山を振り切って高司さんが1着でフィニッシュ。速報タイム45秒13です。そして2着が和田山、3着が貝原です。そうですね、あの本当決勝へというところで確実なちょっとこう詰まり気味の、ね、バトンをしたと思います。決勝また期待したいと思います。そうです。